これが全てを覆すことになる。我々は今まで完全に騙されていた。 こんにちは、別個経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。今回の動画では、経済システムに激震が訪れることについて解説いたしますが、最もご理解いただきたいことは、この激震によって発生した亀裂が次第に大きくなり、時が経ってから次の経済危機を起こすきっかけになるということです。まず、プロローグですが、1個前のライブでも解説したように、雇用統計は嘘ばっかりでした。数字上は、非農業部門雇用者数は18万7000人増加で、 失業率は3.5%でしたので歴史的に見ても力強い雇用統計と見られていますしニュースなどでもそのまま数字だけを見て米国経済は絶好調だという言い方をしています しかしながらおさらいですが、実際の中身を見てみると、表の a 久に、正社員とパートタイムの推移を見ることができます。これを見ると、6月から7月にかけて、正社員は1億3485万9000人から1億3427万4000人に減少していることがわかります。つまり、正社員は今月58万人が減少していることがわかりました。これを過去まで遡って集計してみると、ここまで減少したのはコロナショックの時ぶりであることがわかりました。では、なぜ雇用統計は10 18万7千人も雇用者数が増えているのかというと、パートタイムが97万人も増えているからです。パートタイムは6月が2,618万1千人から7月には2,715万3千人に増えています。 今年の1月にも雇用統計の対象が変更になったという動画を出しましたが、パートをしている女性が募集団に多く加えられたことで、雇用統計の数字が都合よくいい数字を出すことができています。つまり雇用統計の中で非農業分雇用者数は18万7000人も増えていると言っていますが、実際に増えているのはパートタイムだけで、正社員は58万人も減少しているのが実情なんです。これが本当に労働市場が顕著な証拠なんでしょうかという部分は一般メディア メディアででもも他の YouTube 報道しませんがこのチャンネルをご視聴のの皆様だだけはしっかりご認識いただきたいいたたきと思いますこのチャンネルでは他の YouTube では見れない米国経済の真実をどんどんと暴いていき一般メディアでも報道しない政府からの情報にも踊らされない本当の金融リテラシーを身につけるチャンネルですこれからも得意のデータ分析をもとにどんどんと米国経済の本質を分析していきたいと思いますのでまだ登録されていない方はぜひチャンネル登録と通知ボタンの設定をお願いいたしますそれでは本日の物語に 入っていいきたいと思いますが本題は米国の労働市場での消費者センチメントは2年ぶりの高水準に上昇7月には仕事がたくさんあると回答した消費者が増えた仕事を得るのが難しいと回答した回答者の割合は過去最低の水準に低下し半年後の労働市場に対する期待は改善した。 出ました。ブルームバーグさえも労働市場は堅調だと報道してしまっているし、これを見た多くの投資家や一般市民はこのデータを信じて、ああ、労働市場は力強いんだなぁって思ってしまっています。確かに仕事はある。あるけれどもそれはほとんどがパートタイムの話であって、正社員はどんどんリストラされたり、会社が倒産したりしている状況であるということは理解しておくべきことです。現在仕事がたくさんあると答えた人から仕事が見つからないと答えた人の数を差し引いた数字は2月以来最大となった。 この数字は労働市場の強さを測る尺度としてエコノミストが注目している指標です。このように人々は労働市場をかなり楽観視してしまっており、リセッションなんて来るわけがないと考えるようになっています。しかしながら人々が何を言っているかは重要ではなく、経済にとって重要なのは人々が何をしているのかです。 購入計画はまちまちだった。多くの人が車や住宅を購入していきたいと回答した一方、冷蔵庫や洗濯機などの主要家電の購入を実際に予定していると答えた人は少ない。これはつまり今後耐久剤受注が減少していくことを示唆しています。このチャートをご覧なさい。これは青が耐久剤の新規受注で左軸、赤がナスダック100の株価を右軸で、どちらも前年同月比で示しています。 これを見ると毎回青が下落するとそれに引きずられるように赤の株価も下落していくことが分かっています。耐久財受注は株価にとって非常に重要であるということが分かります。この耐久財受注も株価も上昇するには消費者センチメントが大幅に改善していく時です。このチャートをご覧なさい。これは青がミシガン大学の消費者センチメントで左軸、赤が株価の前年度月日を右軸で示しています。このチャートでも青の消費者センチメントと赤のナスダック100は相関関係が高いように思います。つまり消費者センチメント が上がるには株価が上がる必要があるし逆に株価が下がると消費者センチメントも下がっていきます。 米国というのは日本に比べて老後の資金のためにも株を買っている人たちが多いため彼らの心情は株価に大きく影響すると言われています特に日本よりかはかなり堅調な傾向を示しますですので現在は米国国民は2023年の後半は株価も上昇すると期待しこれによって消費者センチメントが現在大幅に改善している状況ですこの消費者センチメントが今後も改善していけば耐久財も買われ消費が改善していきさらに株価が上昇する というポジティブなスパイラルに乗れることになります。一方で、一旦株価が下落しようものなら、もしくは今の株価上昇は誤りであって、単なるバブルだったとしたら、経済は崩壊の一途をたどることになります。しかしながらプロローグで解説したように、もうすでに雇用統計を含めたいくつかの事実が、株式市場は間違っているかもしれないということを示唆しています。実際、パウエル FRB 議長は昔からこのインフレが収まるためには、もっと労働市場は難聴にならなければいけないとおっしゃっていました。 のの表面上の数字はまだまだだですが実際はパウエルさんの願った通りに正社員は58万人もの減少が実現されましたですのでパウエルさんも安心して近い将来利下げを実行できると思っているかもしれませんが残念ながらパウエルさんが利下げを実行するときはそんな楽観的な状況ではありません パウェル FRB 議長が願う利下げのタイミングはインフレも完全に収まり、賃金上昇率もそれなりに収まって、どちらも2%前後に確実に向かっていくときですが、そんな理想の状況を本当に実現できるのでしょうかこのチャートをご覧なさい。このチャートは青がフィラルフィラ連銀が発行している雇用指数で左軸で示しています。これは主に製造業の雇用指数を表しています。赤が BLS が発行する非農業部門雇用者数で右軸で示しています。 それぞれ青の線の X 軸は黒線、赤の線の X 軸は緑の線で示しています。つまり青線が黒を下回ったら雇用者数が減少に転じ、赤線が緑を下回ったら減少に転じますが、その減少に転じるタイミングをそれぞれ黄色線と水色で示しています。なお選択範囲は直近のコロナショックを除いています。 コロナショックではとんでもない下落をしていて変化が全く見れなくなってしまうので除外しました。ここでご理解いただきたいのは非農業部門雇用者数がマイナスに転じる水色のタイミングは毎回製造業の雇用指数がマイナスになった後で発生します。このことから製造業の雇用指数が非農業部門雇用者数の先行指数であるということがわかります。この製造業の雇用指数は前回の動画でもお伝えしたように完全にマイナスに行っていることから非農業部門雇用者数がマイナスにる に転じるるののも時間の問題であるということがわかりますこれは明らかにパウエル FRB 議長の期待に反するものです。確かにパウエル FRB 議長も労働市場はもう少し難聴になってほしいと思っていたかもしれませんが、非農業部門雇用者数がマイナスになるということは、もうリセッションの入り口に到達したようなものです。さすがにここまでの経済崩壊は期待していないし、大統領選前のこの時期にそんなことはあってはならないことなんです。しかしこのこと自体は FRB FRB もも認認識識ししてていいいいるこことととでですす本当の問題は議長さえななうんです今は失業率と非農業部門、雇用者数だけが注目されていますが、それと同じぐらい重要なのが賃金の上昇率です。現時点で物価上昇率は大きく下落しており、何なら物価上昇率よりも賃金上昇率の方が高くなっています。これ自体はパウルさんも認識していて、これがインフレの再燃につながるかもしれないと思っていますが、本当の問題はそこで ではありません 本当に気にしないといけない問題は物価上昇率も今のペースで下落しつつその物価上昇率の下落スピード以上でこの賃金上昇率が下落していくことなんです FRB はこんなこと起きるわけがないと思っていますし実際この問題については過小評価している状況ですですが私はこの問題は将来的に確実に起きることだと思っていますしこれが起きた時の対処法は全く手をつけていません皆さん考えてみてください今の 経済が悪化している中で雇用主はどうやって労働者の賃金を上昇させているのでしょうか。 物価上昇による売上増加からというかもしれませんが実際物価上昇は今後どんどん下落していきますというか FRB はその方向で経済を破壊しに行っていますしそうならなければさらに利上げをしてさらなる経済崩壊を起こしますとなると今後物価上昇率を抑えていく中でどこかのタイミングで賃金上昇率は凄まじい勢いで下落していくことになりますこのチャートをご覧なさいこれは青が平均時給の前年同月比つまり賃金 上昇率で赤は物価上昇率 CPI を示しています直近のデータを見ると物価上昇率が収まってきてそれでも賃金上昇率はまだそこまで下落しておらず賃金上昇率が物価上昇率を上回っています。 これを見て、やった大成功だインフレを退治してソフトランニングできそうだと喜んでいる短絡的な方が多いのですが、それはデータの見方を間違っています。大抵の場合、CPI が賃金上昇率を先行します。理屈を考えれば当たり前なんです。雇用主だろうが、秘密の玉手箱のようなところからお金を出して賃金を上昇させるわけではないんです。物価が上昇して初めて賃金が上げられるんです。逆に物価上昇率が下落してくると、賃金上昇率も下落せざるを を得ないんで,すですので、CPI が2%で賃金上昇率4%を実現することは、基本的には不可能なんです。まずは、需要と供給で、需要が増えている中で物価が上昇していき、その中で売り上げが増えていき、賃金に反映されたり、雇用が改善したりするんです。これは経済の原理原則なんです。一時的にそれが実現できたとしても、通常それは長続きしません。逆にそれが発生しようものなら、それはとてつもない悪夢を引き起こすことになります。 このチャートで赤線の CPI を上回って青線の賃金上昇率が高くなった期間続いた時その後何が起きていますでしょうかそうでですすリセッションが起きるんです 実際にはリセッションが起きる前にインフレが急激に発生して、つまり赤線が急速に上昇してからグレーの領域が示すリセッションが発生するわけですが、いずれにしても賃金上昇率が CPI を上回るというのは持続可能ではないということです。ですので賃金上昇率は確実に下落していきます。FRB はそう思っていなくても1年後に確認してみてください。確実にこの青線は大きく下落していきます。さすがにマイナスにはならないと思いますが、 その時には企業はかなり苦労して、倒産数が急上昇し、非農業部門、雇用者数はマイナスに転じていくことになると考えています。考えていますというか確実に断言しておきます。こうなります。 そしてその時 FRB は間違いに気づき、急いで利下げを実行しに行きますが、その時にはもう時すでにお寿司となります。そのタイミングではもうすでに企業利益が大きく損なわれ、リストラが横行していくことになりますが、その少し前に株価は大暴落を起こしに行くんです。これが毎回リセッションで起きることです。歴史は何度でも何度でも繰り返します。そしてその兆候はもうすでに見られ始めています。物語のクライマックスは米国ではなく世界に舞台 を移していきます海運大手マースク利益急落を報告し世界貿易の急激な減速が警告されているという昨日発行された記事ですが世界第2位の海運大手は「 第二四半期の純利益として前年同期では103億ドルだったのに対して今回はなんとその3分の1以下の29億ドルにまで減少したことが決算で明らかにされました世界経済を理解するには輸送コンテナを理解するのが最も手っ取り早いのですがもともと2%くらいは低下するのではと思われていましたが今回発表されたのは衝撃的な数字でしたこれはどういうことなのかというと先ほど申し上げた米国だけではないすべての需要が大きく 下落しているこ,とを示していますこのリセッションはどれくらいの規模なのでしょうかこの規模のリセッションが世界で同時に発生した場合どれぐらいの危険性を秘めているのか誰も想像さえできません最後に不動産投資のクラウドファンディングを紹介していきたいと思います 皆さん、金持ち倒産、貧乏倒産のロバート清崎さんの本を読んで不動産投資やりたいと思ったことはありますでしょうかでも、不労所得って響きが心地いい一方で、敷居は高いですよね。まず、物件を探すところから始めて、買って、それを貸し出して、変な人に借りられたら、みたいな、いろいろな面倒くさいことがありますが、何よりもめちゃくちゃお金がかかるので、銀行からの融資をもらったりしないといけない。ただ、今回紹介する不動産投資のクリアルでは、そんな面倒なことをすべてすっ飛ばして、利回り5%前後の不動産に、 1万円から始めることができます。クリアルは上場企業による不動産投資型のクラウドファンディングなのでとても安心です。無料の会員登録をすれば第三者が査定した不動産評価額も見れますので不動産投資の初心者でもできます。そもそも不動産のプロが厳選した資産価値の高い物件を取り扱っているので現時点で元本割れはありません。もし気になる方は概要欄にあるリンクから会員登録をしてどんな物件があるのか見て検討してみてください。ということで本日の動画は以上です。